ガオ浜田山虎の子不動産です。こんばんは、慶応義塾大学総合政策学部合格しました。とにかく英語ですね。正しい音読トレーニングで成果を実感しました。ネイティブの発音、リズム、音のつながりなどを徹底的に真似して音読することで、最初聞き取れなかった英語がゆっくり聞こえるようになってきました。同時に単語や熟語、文法構造が頭に入るので総合的な英語力向上になったのが合格につながりました。よかったです。それではお先に失礼します。